今も暖房入れてます。ありがとう。そうなの。ちょうどねスクショしてくれたりとか、本当にありがとうございます。うどん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 食べたい。うどん、どのっぽい見た。うどん、どうありがとう。これうどんだよ。うどんうどん。え、待って、これさ、リップ何これ、リップ加工されてんのかな。私これなんか見て透けてるんだけど、え、これリップなんか私なんか加工されてるね。何これ、なんだろう、なんか透けてるんですけど、ありがとう。え、何、なんか変な加工がついてる。なんだこれ透けてる透けてる、やばい、千と千尋の千尋になっちゃう。なんだろうねこれ、なんかよくわかんない。うどんありがとうね。はい、これうどんです。美味しそうでしょあ、うどんが横で倒れ、あ、一緒にいるの？なんかね、さっきツイートしてたね。うどんが横でタワー投げてるよ。ありがとう。始めてすぐ佐野市でね、見たよ。いいな、混ぜてよ。混ぜてよ。美味しそうか、美味しいよ。サイン会もありがとう。さなちゃんも来て、君たちが来て君たちが来てよ。カリカリ梅って本当に美味しい。私はこの赤い梅よりこのね、青い梅、赤くない梅が好きです。えみちゃん、えみちゃん、サイン会お疲れ様。参加できなかったからここでタワー流させて。えみちゃんありがとう。そんな、じゃあまたサイン会があったらその時合わせてね。タワーも嬉しい。えみちゃんどうもありがとう。これね、ちっちゃい頃に使ってたねペンだからね、ママが名前書いてくれてる。諸橋さなってひらがなで。わ、ピンクめっちゃ好きだったんだな。私ピンクめっちゃ使ってたみたい。だからめっちゃ出ない。カスカスやん。わ、やだー、ピンク出ない。ちょっとダメ、これバイバイだからオレンジに変更します。なんか実家からもママが持ってきた。エミちゃん、エミちゃんタワーありがとう。今度お話ししようね。エミちゃんありがとう、嬉しいな。話そうね、待ってるよ。サインも次待ってます。16枚目シングルかな、待ってるよ。あ、17と、あ、え、あ、お話しか、嬉しい、ありがとう。話そう、通称当たったから楽しみにしてる。うんうんうん、オッケーオッケー。
そう、朝から今日は今までお仕事してきました。そのつは柔軟剤何使ってるの？イロカってやつ使ってるよ。知ってるかな？めっちゃいい匂いだよ。この間初めてサイン会参加しました。つむさん、ありがとう、嬉しい。何飲んだよな？お茶。しかも特保のお茶だからちょっと苦い。なんだっけ、 BPM を下げる人へみたいな。BPM、BMI、BMI が気になるあなたへみたいなお茶だから、すごい特保みたいなお茶だからちょっと苦いんだけど。うん。ケイトの TikTok 見てくれましたか、みんな？あんちゃんが一家に一台諸橋さんだって。あ、諸橋さん、あ、今日話してたやつだ。あの MB なんとか診断ってあるじゃないですか。なんだっけ、 M ね、なんだっけ、 MB あ、さやかちゃん見たよ TikTok、 ありがとう。あ、 MBTI、 MB、 ん、 MBTI、 そう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 。で、私って T、 間違った、ESTJ なんですね。見て分かる通り ESTJ なんですよ。で、ヨリとハナちゃんが真逆なの。サナと真逆で、全く真逆なの、あの二人と。で、今日なんか普段からどういう考え方をしてるかみたいなことを話してて、で、ヨリは結構とかハナちゃんとかもマイナスに考えちゃう物事とか、なんか例えるなら、なんか、うん、言える範囲で言おう。言える範囲で言おう。なんて言ってたっけな、言える範囲、あ、時間って止まんないじゃん、進まないじゃん。だから早く、え、時間って進んでいくから、あ、早く、なんか時間が止まらないかなとか、なんか明日が来なきゃいいのにみたいな思うんだみたいなこと言ってて、まあ確かに次の日嫌な、これもみんなとかもそうなんだけど、お仕事とかの関係でさ、明日が来なきゃいいのに明日嫌だなとかさ思うじゃん。風呂出た、やっほー。私ももちろん、あ、もんちゃん、明日来なきゃいいなとは思わないかな。明日が怖いなとは思うけど、なんか明日が来なきゃいいのにっていう考え方になったことは一度もなくて、まあ明日乗り越えればっていう考え方になるんだよね。こう、明日来なきゃいいのにっていうよりも、明日を乗り越えれば大丈夫だっていう考え方になるのよ。まあ、私は毎日違うお仕事をしているから、そのルーティーンみたいなものがないし、違う毎日を過ごしているからそれが考えられるのかもしれないけど、毎日同じサラリーマンの方とかね、 OL さんとかはさ、毎日がほぼ一緒なわけじゃないですか、お仕事内容とか。それでさ、やっぱあの人に会いたくないとか、今の仕事場合ってないっていうのが思う人もね、いると思うんだけど、私のお仕事ではそれが考えられるのね。明日を乗り越えられればみたいな。確か、あと年齢もどんどん年齢を重ねるうちに、やっぱ、あとはアンミカさんが好きだから、全部嫌なこととかあってもアンミカさんだったらどう考えるかなってめっちゃ考えるようになって。T の人は何か事件が起こった時原因を見つけられる人。あー、そうかも、そうかもしれない。なんだよね、私年重ねるごとに仕事嫌になってるよ。でも今ってさ、どうなんだろう、転職とかってさ結構すぐできる時代なのかな。転職をねしたことがないのでわかんないんだけど、どうなのかな。結構ファンの方でも転職してて次の仕事を慣れなきゃいけないんだよねみたいな話をね聞くんだけど、心にアンミカさんをね宿しとくとめっちゃ結構いいよ。ハッピースマイル。結構
自分だったらどうしようっていうよりもアンミカさんだったらどうするかなって思うと結構ポジティブな考えが私はね出てくる。転職しないでくれあなた。私はしないけどねまだ。サナツンって500食あんねん。ありそう私。あ、社会人なので嫌すぎて泣いてます。うん、今日はみんなでユニバいいな。アンミカさんカシータサナツン、うん、私は毎日結構幸せだなって思ってるんだよね。そりゃ嫌なこともあるしみにゃーって思うこともあるんですけど、結局帰ってきてこの可愛いもんちゃんが家にいてお風呂を沸かしてる間にメイク落として携帯をいじって何気ない時間も幸せだなって思うし、お風呂入って今コードブルーが配信され始めたんですよ。映画じゃなくてドラマが昔ので、それで幸せと思ってお風呂の中で暗くしてキャンドル焚きながらでうちはお風呂に窓がついてるのでちょっと開けとくと露天風呂みたいな感覚になるんですよ。冬とかは熱いお風呂に冷たい夜風露天風呂って感じでお水飲みながら1時間ぐらいゆっくり入ってる時間も幸せだなって思うし、コードブルー見た、私2時まで見ちゃったんだよね。あ、ソロコンのブルーレイ届くの楽しみ。あともうゴロゴロしてる時間も大好き、幸せと思うタイプだから。あとね結構自分のことがねナルシストなんだと思うんだけど結構好きなんだよね。なんか特にライブ映像大好きすぎてすぐ画録しちゃうの。定点映像とか、あ私のここの歌うまいと思ったら画録するタイプなんですよ。だって私6周年の背景あなた様もさ画録してるからね。そう、自分の歌とかめっちゃ聴いてる、やばいよ。あ、えみちゃんくもありがとう。うん、とかレコーディングした後の何もマスタリング何なんていうのこういじられてない、いじられ、いじられなんていうのこう綺麗にされてない、自分の録音した声とかも結構ねめっちゃ聞いちゃうんですよね。私も趣味でやってる演奏のうまくいったとこだけど何回も聞く。わかる、えみちゃんくんもありがとう。なんかねめっちゃ見ちゃうんですよ。自分大好き人間なんです。でも大事だよねそういうのって。ミリニャがね言ってたの、自分をし、なんだっけ、自分を、あ、なんかめっちゃいい言葉言ってたんだけど忘れちゃった。自分を一番してるのは自分だからみたいな、そんなようなことを言ってて、サナちゃんもスピーチしてくれたの、嬉しい、ありがとう。そう、スイーティストガールだよ、私スイーティストガール大好きだもん。大花シャンサイだ、あほほほ、大花シャンサイの見送りのツンが一生忘れられません。うん、あのさ、なんかね私ね、あ、しほぬちゃんありがとう、かわいい。あのね目標が、あのいつも周年ブックで、今回も6周年ブックがあったんですけど、そこにさ、あのその日1年くらいの仕事の内容がバーって書かれてるんだよ、年表みたいなやつがあって、そこにねなんか私のソロコンがね書いてなかったの。なんかこれはショックとかじゃなくて、大花、ただミリアのその女子会も書いてなかったし、イコラブ、あ、イコノイジョイ大感謝祭とだけしか書いてなくて、で私のソロコンが書いてなかったの、ミリアの女子会もね。それが
あ、書かれないんだと思って、そっか、じゃあ来年の7周年か、7周年の発売の時までにもう一回ソロコンやりたいな。大感謝祭とかじゃなくて普通に単独でソロコンサートを書かれるように頑張ろうって思いました。だからそれもマイナスに思うんじゃなくて、最初はなんで書いてないの、ソロコン書いてよって思ったんだけど、それもまあプラスに捉えて、あ、じゃあ来年書かれるように頑張ろうと思って、そうボイトレも始めました。そうボイトレ始めたんですよ楽しい、でも結構ボイトレ楽しいです。ラストノートをね歌ったりとか、あとは普通になんだろう、まあ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 とかやりましたまあ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 多分結構好きなんで、ボイトレとか自分の声を知っていくのも結構好きだからびっくりしたなんか最近ペントハウス見すぎて、ちょっと待って、はい、待って、ペントハウス見てる人いますか？ネットフリックスとかでやってるんですけど、もう本当にペントハウスのっていうね韓国のドラマなんですけど、それが声楽のお話なんですよ結構。だからもう声楽でみんななんかみたいな歌を歌ってるから、私もうそれでしかなくて、もう脳内がずっと見てるね、面白いよねあれ、もうこうよっていうもうさテンションなの毎日夢を見ていたわ、望み高く生きて、愛が全てだと。毎日そのテンション、が毎日このテンションだよ毎日ね。なんかミュージカルの曲歌ってる最近はレミゼを歌ってます。夢見た人生、今地獄に落ちて、二度と私には夢は帰らない、ずっと歌ってる。レミゼの曲いいよね。あ、スイザンボイルさんいいよな。夢は悪夢に、狼の牙が、そうそうそう、夢破れて、望み行き先、夢食いちぎり、めっちゃいい歌ですよあれ。夏あの人来て、喜びに溢れた私泣いたけど、あの人はもういない。ボイトレまだ1回しか行ってないからな。あ、音大生なんですね。あちゃん、たわありがとう、嬉しい。夢見た人生、今地獄に落ちて、二度と私には、あっちゃん緑で書こう、夢は変えない。
あちゃんブロッコリー。なんか私ってやっぱブロッコリー下手かも。なんか綿あめみたいになるんだよね。なんで地獄に落ちてもいいわね。ダメだよ、みんな幸せになるんだよ。ありがとう。あ、歌うますぎてただぶん投げた。やった、もっと歌う。もっと歌おう。ララ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 ラブソーン。じゃん、ありがとう。やった、嬉しい。なんぼでも歌うよ、なんぼでも歌うよ。ありがとうね、嬉しい。ちょっと充電がね今 18% なので、たまったら今日もカラオケをやりたいと思います。うん、プレゼントありがとう、使うよ。あ、よちちゃんだ、よちちゃんありがとう。LAVE もろはしさな、なんぼでも歌うよ。いいね、それも。UFO キャッチャーで撮ったサメはね、翔子にあげて、翔子がイヤモニのねやつにつけてくれた。あとレッスン場に置いてあったかな。5歳児タワーだって、かわいい。ごちゃいタワーにしよう。5歳タワー、よっちゃん、いいな。みんなで今遊んでるんでしょ、羨ましいよ。ま、私もお家でこうやってショールームしてるからいいけど。え、かわいい、ソフトクリームの横。え、かわいい、ソフトクリームもまだもだね。あの、急いで食べちゃダメだよ。今カラオケ来てるだって。お、最高じゃん。じゃあ分かった、じゃあ後でさなが歌うやつにハモってね。ハモってね。で、そしたら一緒に歌ってるみたいになるんじゃない。いいじゃん。ラストの音に、やっぱラストの音めっちゃいい曲だよね。私、友達から、女の子のお友達からめっちゃメッセージが来るんですよ。ぶち刺さりまくりなんだけどって。そんなギャルおる。じゃじゃーん、5歳タワー、ゆちちゃん楽しんでね、カラオケ。いいね。何歌ってんのかな。あ、マイボイスは歌ってるじゃん。ねえ、マイボイスは歌うでしょ。そう、友達から何この歌詞、ぶち刺さりまくりなんだけどってめっちゃ来ました。ねえ、え、私生誕1万日なの、おめでとう。あ、ナータのラストノートのやつ見たよ。 TikTok かなんか流れてきて、すごい解説してくれてる。右に傾く、いつからだろう、右に傾くが本当にすごすぎる。マジで最初分かんなくて、どうこうなっちゃうのかなみたいな。どんどんこうやって携帯打ってて、あーって思っちゃうのかなと思ったら、自分だけ送ってるってことねみたいな。他にも大事な人がいるのをリピートしてる。いいね、ありがとう。あ、なぎさね、可愛かった、金髪になったって LINE 来た。嬉しい。そう、アンミカさんもねいてね、その場に。嬉しかった。僕もサナちゃんとタクシー乗りたい。でもさ、タクシーすぐ酔っちゃうんだよね。タクシーって酔いません？携帯とかいじってるとすぐ酔っちゃうからね、ダメね。確かに、あ、わかる。
今刺さってる方はみんな幸せになってくださいよ本当に。そうだよね。あ、双子座のゆうなちゃん、え、ありがとう、サイン会も。え、サイン会もどうもありがとう。友達ギャル多い。え、なんかこういう感じ、私に似てる人がめっちゃ多い。マジでこんな感じ、みんななんかふにゃふにゃしてる。みんなふにゃふにゃしてるかも。双子座のゆうなちゃん、モロハシ大量にいる。そう、こんな感じ、あっみたいな。ほんと面白い人ばっかかも、面白い人ばっか、楽しい人ばっか。双子座のゆうなちゃん、サイン会もありがとう、タワーもありがとう。ゆうなちゃん届くまで待っててね、楽しいですよ一緒にいて、めっちゃ。うん、毎日ハッピーハッピーハッピーって感じです。昨日のサイン会ありがとう。寝落ちしちゃった、あ、寝落ちしちゃったの。まあ2時間、まあそれは眠くなるよね。うん、はるかちゃんありがとう、うれしい、ハンドインハンドのありがとう。ポジティブな人多い気がする、わかんないけど、私はそう思ってるだけかな。でもやっぱ自分が明るいと明るい人が集まってくるし、自分が暗いと暗い人が集まってくる気がする。どう？そうじゃない？どう？ね、どう？どう？どう？ひえじ急ぐ人と、あ、エンジニア、あ、エンジニアのムーくんだ。くまくま、ありがとうございます。あの、あれも参加もありがとうございますね。私忘れ違う駅の光に吸い寄せられた、淡い香り、熱い体温に溶けて、君がいる、みんなは知らない、私だけの香り。人生うまくいかないって気持ちになる時だね。人生こうなったら上がるしかないんだから大丈夫だよ、そのうち上がるから。リコちゃんありがとう。クマ、抱きしめられダメって分かってる、気づいたら。あ、ロゼミューズはね、もうね、あれがもうダウン、今年もダウンが気になっております。絶対買います。ラストの音に恋をしてしまった。サナちゃんのところのハモリチャレンジ、あ、いいね。あのイオリンとこも好きなんだよね。朝に感じる、あ、サワちゃん、サナちゃんのこと教え始めました、ありがとう。朝に感じるトップの音立て立て、好きだよのミドルミ、なんだっけ、朝に感じる感じる立て、全部欲しいのにって裏で歌ってるやつも好き。
全部死のに誰かをまだ思ってる君です。シホンヌちゃんありがとう。淡い香り熱い体温に溶けて君がいる。みんなは知らない特別に酔っていた。みんないて君が離るのは君だけで、君だけで終わりに落ちる。でこういおりが恋でもいいって主旋歌って、私が恋でもいいって歌ってるよ。私バカみたい気づいたらラストの音に恋をしてしまった。いいよね。あ、虹がかかったよ。誰ありがとう。誰あ、よちちゃんじゃん。ありがとう。よし、やっぱさ、デーメロから好きなんだよね。成田日、あ、キララちゃん、あ、サイン会もたくさんありがとう。マジで今日いっぱい喋ってきたから声量が増してるんじゃない？いっぱい喋ってる。初ライブの周年で箱石から三蔵寺の、なんで嬉しい、ありがとう。リナちゃんどうもありがとう、嬉しい。なんで、ありがとう。他にも大事な人がいるのの、いいでしょ、エッジボイスね、言われる。なんか私感情込めすぎちゃうと声が震えちゃって音を外しちゃうんですね。結構ここにグッて力が、もう喉がグッて閉まっちゃって歌えなくなっちゃうから、今回の曲はやっぱ切ない楽曲だから、テクニックで切なく聞こえるようにレコーディングしたり、そういう歌い方を意識してますね今回は。うん、たーん、キララちゃん、サイン会もマジでたくさんありがとう。しかもさ、なんかキララちゃんって呼んだらすぐさ反応してくれて、めっちゃ嬉しかったよ。ありがとうね、歌声大好きだ、ありがとう、嬉しい。あ、TikTok とかね、インスタのやつのコメントも見ましたよ。皆さん、あのタクシーのめっちゃいいところでさ、ここでさ、甘い香りがついた夜だけで特別に酔っていた未来で君が離るのは、なのめっちゃいいところにこの指がこうやって映るんよね。それがちょっと私も見てて、ってなりました。マイクからのサナのねフェイク、私もお気に入り大好き。ライブとか、ま、もちろんね CD とか音源でもめっちゃいいんだけど、やっぱライブだと厚みが増すね。ジェラありました。ジェラった。ガチで本当にタクシーの運転手さんに運転してもらって、カメラマンさんと監督さんと相手の男性の方と私しかいなかったの。マジギュウギュウで撮ってて、そうリアルだったね。めっちゃ触れてないですよ、大丈夫です皆さん、ここ安心してください、触れてないです。そこはね。嬉しい、嫉妬してくれてる。ネイル可愛いよね。あんな OL さんいないと思うんだけど、あんなゴリゴリネイルしてる。明日誕生日なのでおめでとうください。おめでとう。したんけ。もし気になった方はぜひ TikTok、インスタ、YouTube ショート載ってるので
見てください。そう、安心してください。触れてないですよ。そう、触れてないですから。パワポだって懐かしい。大学の時やったわ。虹がかかったよ。暗号交換ありがとう。サイン会もありがとう。今回ミルさんで可愛いでしょ。可愛いの。いい音してる。いいおりちゃんの男の、ああ、いおりさんの男ダメだよ。ダメだよあれは。今度初オンラインお話し会参加します。さわちゃん嬉しい、ありがとう。嬉しいな、ありがとうだダメだよ、みんな本当に素敵な恋愛をしてください。ダメってわかってる。ダメ、みんなダメだよ。ダメってわかってる、気づいたらじゃないんだ。ダメなんだから、歌だけにしといてな。ダメってわかってる、気づいたらラストの後に恋をしてしまった。あ、こなつちゃん、虹がかかったよ。ラストのと考察しすぎ、そうだね、ちょっとね、やばいと思っちゃうね。ダメって分かってるんだけど諦められなくてさ。まあ相手が ご結婚なさってる場合はやめましょうね、本当に。はい、やめましょう。家庭を壊してはいけませんよ。ここに落ち着いてるよ。うん、気をつけな。女性、同性同士の恋愛についてはどう思いますか？全然いいと思います。好きな人がいるっていいことじゃん。さなつ、よりのこと好きなんだなって言った。俺、バレた、バレちゃった。あ、イコラブのおかげで今の星と出会えたよ。なんだろう、今のあ、お相手とってことかな。え、嬉しい。私たちがキューピッドなの。まあ冬だからみんなね、人肌恋しい時期ですよ。私も恋しいよ。だからお話し会でたくさんみんなが話してくれないとダメなんだよ。オッケー、分かった分かった、みんな。サナチュー恋したい、サナに恋しとけばいいんだってば。なな、あまなちゃん、虹がかかったよ。15枚目お話し会たくさん行くと、え、嬉しい、ありがとう。うん、カリカル梅仕事中によく食べてる。美味しいよね。もっと入れてほしい、これ少ないのよ。ファミマのなんだけど、まあ9カロリーしかないから許すか。サナちゃんは最近気になっててお話してみたいで、え、嬉しい。サナもお話ししてみたい。さくらちゃん嬉しい。カブリングもね、めっちゃいい曲ですよ。全部好きです、全部好きです。早くみんなに
お届けしたいですね。もうだって11月29だよね、発売。あれ合ってる、合ってるかい、合ってるよね。そうなの、だからねめっちゃ楽しみ。うん、カメラさんにしも、え、真似して真似して嬉しい。なんだね、もう再来週だ。今日パスタとピザ食べた。小麦。さなちゃん何だ、お餅食べた。てか、そうだ、アリーナツアーも決まって、すごいよね。びっくりしちゃった。アリーナツアー決まったの、マジでびっくりしちゃって。本当にね。びっくり。来年はツーショットも。あ、ゆうなちゃんどうもありがとう。アリーナツアーとツーショット会とか、あの対面お話し会とかもあるし、いやーどうしよう、楽しみすぎる。やっぱライブ楽しい。しかも私ツアー大好きなんですよね。いろんなところに行けるっていうのもあるし、ツアー大好きなの。全部会いに行きます。来てくださいませ。パープルめっちゃ可愛いよ。やっぱ秋冬のパープルめっちゃ可愛いです。頭来月さなちゃん初めましてするの。まゆぴちゃんどうもありがとう。初めましてしよう。アリーナさん来てね、みんな楽しみ。この前ね、実家に帰れて久しぶりに嬉しかった。有明に住もうかな。有明今いいところだけど、めっちゃ綺麗、夜景とか綺麗。確かビルの夜景が。今日誕生日なの。おめでとう。おめでとうじゃん、偶然だね。サナがショールームやって、はじめよさファイトクリスマス、なな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 。有明家賃高そう。ででででねね、神戸は1日目だっけ。うんふん、もうクリスマスだよ。そんな言われたら絶対15枚目。え、来てよ、待ってるよ。あ、ハワイアンズっておすすめですか。はい、あのハワイアンズおすすめです。おすすめです。まだツアー当たってないけど、神戸のホテルからは撮っちゃった。おお、いいね。あ、そう、衣装本は私会もあるんだよ。みんな応募してくれたかな。リンコ12月に初めて、嬉しい、ありがとう、楽しみにしてるよ。消防投げました。そうだね、そこ会えるもんね。だって応募したよ。私会来てね。私のなんかポイズンのやつは公開されたのけど、ポイズンね、もう振り付け忘れたわ。最初どういうポーズだったかも忘れたわ。私違うな、ポイズン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 、いや違う、どんなポーズしてたんだ私。あ、これかな、ポイズンポイズンでってで、あ違うね、あれどんな振り付けしてんの私、もう忘れちゃったよ。ポイ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 ズンポイズンでってでってででポイズンポイズンポイズンか、あーこんなふりだったね。ポイズンか、あー触れたらすべて I can make it purple 限界超えて
溶け出すストーリー、こんなんじゃなかった？キャッチュエンドガーダラブが聞く前がな、優しく聞くのクジュラミー、あー忘れちゃった、ヘンザーにてて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 てミキティジャーリンキューティーキティー、この瞬間中心しクレイジーバレー、移動しろ、バレーでもいいなオーバーキティーテレ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 キラ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 だってポイズンドンラウン、歌ってるわ、ポイズンドンラウン、ミャン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 ラララな、楽しそうやなだろう。え、ポイズンガール歌いたい、久しぶりに、絶対映えるもん、ポイズンガール、ライブバイフ、ね、覚えてる私の振り、みんな迷い込んだ予防でポイズンポイズン、主役は私、あ、ベニオム通称当たった、ありがとう、ポイズンポイズン、主役は私、ポイズンポイズン、ここで縛られるの違うね、デレレレレナナナ、ポイズンポイズン、ポイズンが、あーどこ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 、 So what? What's up? Yeah、 急いで修行時 Peace OK、 So what? What's up? Yeah、 大した familiar this voltage、 Do you want to get something but open up feeling、 What do you dislike about to me? 変ざん、Drink me? Drink me? 歪んでね、so did I 変だ、 Drink me Just maybe your love, so they show Make you jarring cutie kitty、 あ、Make you jarring cutie kitty、 この中髪違う、 M worker looking breaking、 死ぬならここで、あ、なんだっけ、なんだっけ、なんだっけ、チリ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 今クレイジーが、あー、え、合ってる、あ、チリチリここか、チリ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 今クレイジーが、あー、オレンジがね君が泣いても止まらない、あ、ティータイムだからクワイエッテンジャーレップ、楽しそうでしょ、知らない世界メルヘアディクトね、好きじゃんツアーか、これ2年前とかじゃないもん、奇妙な世界共存しようば、あ、祝祭も振り起こし無事されました、何ですかってなりましたね、てん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 、でも2番の方がやばいんだよね、しなやかに始めよう、恥じないモーション、手を取り握ってラムスローモーション、したたか華やかあでやかに、誰にも見られずロンと、やりました、何ですかこれはってなりましたね、本当に振り起こししたのは祝祭かな、シュキピはもう天才的にもできるから、だって言っちゃったらもう帰ってこないかもしれないよね、あと一緒に、あ、めっちゃ今は違う違う、今のは間違えた、だって言っちゃったらもう帰ってこないかもしれないよね、あとちょっと一緒にいよう、最近はもうあのマイカが言ってるセリフで私がもう口が動いちゃうんですよ、もう覚えちゃったから、覚えたてのもう子供みたいなようにもうすぐ後ろで言ってます、
オーシルズって言ってますね。もうね完璧なの。配信でも映ってた。嘘、配信で映ってました。やだん、あ、嘘、バレてるやん。ね、バレてるんだけど。嘘、そうでしょ。あ、いや、バレてる。バレてんじゃん。ちょっとバレないようにこれから言いますね。あ、さなちゃんありがとう。くま、あ、シホンヌ、シホンヌタワーありがとう。やばい、めっちゃバレてる。パクパクしてんの見ました。やばい、バレてた、バレてましたね。それはバレてますね。バレてるわ。そう、言いたくなっちゃったん、言いたくなっちゃったんだよね。ええやん、楽しそうで。やろう、やろう。可愛すぎたから持っていてください。だって行っちゃったらもう帰ってこないかもしれないよね。あとちょっと一緒にいよう。あんな可愛く言えないよ。だって言っちゃったらね、マイカみたいに書いてない。なんて言っちゃったらもう帰ってこないかもしれないじゃん。あと一緒にいようや、もうちょっとね。なんで行くの。で、落ちちゃったらもう絶対行っちゃう。行くの、なんで。私置いていくの、ありえないんだけど。もう帰ってこなくていいよ。私だったらもう行ってしまいます。鍵閉めるからね。もうチェーンもかけとくから、鍵あっても開かないからね。めんどくさい彼女。マジで帰りにカズチーとか茶碗蒸しとか買ってこないと開けないからね。めんどくさいね。ベランダから入ろうだって。絶対閉めたろ、絶対閉めたろ。キレピ、キレピ、キレピ。リアルって、女の子ってリアルこうじゃない。だって言っちゃったらもう帰ってこないかもしれないな、とちょっと一緒に言うの。かん、あんな可愛いこと言えないから。行くの、置いていくの、サナを。あー、そうなんだ、置いていくんだ、分かった、行ってらっしゃい。どっちが本当のサナちゃん。私結構もうでも超超わがままだと思う。ファンの人にもめっちゃ言ってるもん。そんなね、27歳だけど、もうね、そんな容量いい女じゃないんで。そっか。もしもし、今何してる。付き合いだもんね。でもそんなのさ、後でよくない。好きって言ってくれたら切るのに。もしもし、今何してる。あー、付き合いだもんね。でもサナの方が大事でしょ。もしも私とはに。めんどくさい、超めんどくさい彼女ですね。メリーさん、確かにメリーさんね。もしもし、今何してる。私あなたの後ろにいるの。もしも私とはに。怖すぎる、怖っ。急
なホラーで。てか世にも奇妙な物語見逃しで見ないと。明日見ようっと。シハンヌーありがとう、タワー嬉しいよ、ありがとう。シハンヌありがとうね、嬉しい、タワーありがとうございます。なんかさ、これなんか追加されたとか言ってたんだよね。なんだっけ、なんか追加されたよ、そのツンってね、来たんだよ。なんだっけ、なんかが追加されたらしいよ。ん、何が追加されたの。あ、知らんけど。あ、僕のヒロイン、え、出てこなかったよ。知らんけども出てこないんだけど。え、あ、普通に曲名で調べたら出てくるんかな、知らんけど。知らんけど。あ、ほんとだ、イコラブ出てきた。歌ってみる。サンドさん、よりのパート歌えないんだけど。因果応報、それならいいか、私の前世がむずくて、めっちゃあそこ歌いにくい。よくよりちゃん歌えるわ。私リズムがないから、あそこマジで歌えないんだけど。因果応報、それならいいか、私の前世か、合ってる、それならいいか、私の先生。どこにいてどんなことをしてるのかな、絶対違うね、どんなことを。歌詞見ようそこがない、どんなこと、どんなこと、とととと、とあとはカラーマスカラで、あ、お、いいもちという歌えないんですよ。午前5時、外はなな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 なんかね、ちょっとね、マジで歌えない、そこ。そこマジで難しいから多分歌えないと思うけど、ちょっと頑張ってみるね。そう、ソロコンでも知らんけど歌ってないからね。初めて全パート歌うかもしれない。ちょっとやってみますかーい。僕のヒーロイン、ララ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 ラせてくれるでしょ、ねえ、簡単だかいすずる不幸にまみれ、恋も知らずに電子タバコは充電切れない、手を引いて出してみて、あの後ろ見てどうにかなるよ、知らんけど不具合で笑わないで、本気がいい、当てちゃっても抱きしめてよ、キスで息染め、流されて気づかないまま、そんなことより愛で殴って、お久しぶりに歌うよ。これね、振り付け難しいのよ。あ、こっちでやめつくで。午前5時、喉は枯れて曇りやさぞら、目の下ばっかり青いこの後、揺れた瞬間誰かが掃除で全てゼロに戻るの、迷路に迷い迷路に住んで、居心地の良さにとらけて、手を引いた先には何か待ってたの、答えを出して知らんけど、奪い取って流してよこの画面、
君は誰とでもいい今すべて見せたいだんだん見えてきたでしょ嘘ぐらいとこでも不思議だね何も知らない奥の奥の感情を刻む心臓を安い言葉で消してしまおう甘い果実で眠ったその後にはうまいを殺してあばいはもういらないって明日にはもう忘れてほしい忘れてほしい苦しめた部屋やっかいだって別れて最後に溶けてぬるいショボとて深い泣いて笑わないで本気がいい果てちゃっても抱きしめて今日キスで息染め曖昧に流されて気づかないままそんなことより愛で泣くってもう一度愛で泣くってこのヒロインめっちゃ歌ってて、すんごい言われてたんだよね。いい曲だよね。え、僕のヒロインないけど、あの山崎育三郎さんの僕のヒロインになってくれませんかしか出てこないんですけど、僕のヒロインは入っておりませんね。君が高松ひとみで調べたら出てくるのかな。あ、店舗だけ。あ、出てこないわ。あれね、私カラオケではね歌った気がする。あ、プリに入るなら来週。詳しいね、めっちゃ。私の充電多分持たないと思うけど、今日ねなんか空白の歌をね歌ってね、あ、やっぱいい曲だなと思ったから歌おう。ポリポリ、ちょっとキー1個あげるね。ちょっと切れちゃうかも充電が。そしたら許して。好きな人がいたんです。5月の風が吹く頃だった。好きな人だったんです。斜め前の奇跡と君が距離は近くなることもなく背中も見えない恋でした。思うだけ見てるだけNow
です。友達にさえ言えなかったけど好きな人だったんです。笑った顔を見た日から私だけのプレイリストは君の好きな曲ばかりで聴くたびに深くなる勝手な気持ち欲のないあなただったらもっと強く咲いたでしょう。欲のない恋がよかった、もう嫌だって思うのが嫌なんです。少し強みも長く感じる授業だってね、全てが好きでした。光ささない雨の日でも君の隣のあの子だけが眩しく輝いてた。充電していい？すごいね、ちょうど切れたよ。ちょうど歌い終わったら止まった。やるな、この充電。ちょうど終わってから止まったよ。ああ、もうこれから梅ないんだけど。お腹が空きました。ラストノートはねめっちゃ難しいと思う。あ、山ちゃんありがとう。ほんとね、ラストノートは難しい曲だと思うよ。サビとかは歌いやすいんだけど A メロ B メロがめっちゃ難しい。だから A メロ B メロ歌わりじゃなくてよかったなって思いました。あのね、あそこが難しい。家路急ぐ人と、とっとが難しいよ。家路急ぐ人と、とが下がりきらない。難しい。私忘れ違うが難しい。駅の光に吸い寄せられた、今日も待っていたのが難しいよ。メイクだってそのまま、急になんて言って急ぐ冬の道、他にも大事な人がいるの。毒入りリンゴは甘い、君が会いに来てなんて嘘だよ、私が会いたい。写真撮るときの新しいポーズ考えて。これ。これにしましょう。
さなちゃんの歌りの前ズーンってわかる、冬の道って音がなくなるから余計に、他にも大事な人がいるの、マジであれセリフにしたらだってすごい切なくないですか、他にも大事な人がいるのってことでしょ、切ねえ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 ですよ、本当に熱ねえ切ねえね、見てるだけで悲しくなってくる。またソロコンやってください、もう見たい聞きたい、でも私次ソロコンやったら絶対ラストノート歌うわ、だからみんながうちがはなるのはの方歌うから、みんなは好きよ夜に会いたくなるのは君だけで、終わりに向かって愛のように落ちる恋でもいいの方歌ってくださいね、私ははなるのはってやるから、こうやってみんな君だけでみんなそれまで歌練習しといてボイトレ行っといてくださいねソロコンやったらタクシーの運転手の格好で行くかスーツで行くかちょっと、まあ、スーツは多分いるかもしれないけど、もしかしたらね、タクシーの運転手はいないかな、レベル高、頑張ってください、ちょっと待っております、君がはだけで終わりに落ちる恋でもいい、歌いました、今歌いましたかね、サナに合わせて歌いました、今歌えた人はもう完璧です、任しときしっかり練習しとくわ、無理でした、いけるって、頑張って、1サビと一緒だよ、2サビと一緒、君が好きよ夜に会いたくなるのは君だけで、終わりに向かって灰のように落ちる恋でもいい、いけるよみんな、頑張って、自分を信じて、サナの声を聞かないで自分を信じて歌ってください、いくよ、じゃあもう一回、やっていたみないで君が離るのは君だけで、君だけで終わりに落ちる恋でもいい、どうでした、どうでした、歌いましたか、行きましたかないっぱいちゃうの、こっち来ないで、ねえこっち来ないでねえ、みんなこっち来ないで、単独でみんな歌って、ダメ、こっちに来ちゃダメ、こっち来ちゃダメだよ、こっち来ないで、ダメ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 そっちに来て、ダメダメダメ、来ないで来ないで、ダメダメダメ、来ないで来ないで、はい、来ないでください来ないでください、こっちに、じゃあこっちに来て、こっちに行ったら、はーなるのは君だけで、終わりに向かってってなっちゃうから、ダメですよ、はい、ラストノートの MV でモロハシさんパートを覚えてしまったらどうしても引っ張る、じゃあいいですよ、モロハシパートで覚えちゃった人は一緒にあの君だけで終わりにを歌ってもいいですよ、許しましょう、じゃあみんなの方が、はなるのは君だけで、君だけで終わりに落ちる恋でもいい、歌えるんじゃない、
あ、諸橋推しなので諸橋パートしか無理です。じゃあ分かった、じゃあハーの方みんな言ってみて、フェイクの方いくよ、私が普通に歌うわ、いきますよ。君が好きよ、夜に会いたくなるのは君だけで、終わりに向かって愛のように落ちる恋でもいい、私バカみたい、気づいたらラストの後に恋をしてしまった。どう？歌えた？はーってやった？どうどうどう、一緒にデュエットできた？え、無理？え、ね、え、無理？え、無理なん？え、みんな無理じゃん、なんで？なんで無理なん？そんなんじゃ日プ出れないって、みんな日プは無理よ、そんなんだったら。ゆめきさんにすこの顔されちゃうよ。ダメだよ、ちゃんとテルマさんとかリノさんとかにイエーイって割れないやつダメだよ。日付見てますよ、国民プロデューサーの諸橋さん。はい、私国民プロデューサーなんで。一歩でも踏み出してみなきゃりゃ、やっぱね、いいね、歌が上手い子って本当にいいし、やっぱダンスが上手い子って本当にいいし、いいね、すごいよみんな、ヒーローやばかったね。君だけのためのヒーロー、ね、すごかった。いろいろ ね、わかる。ちゃんまちゃん、皆さんすごかったね、うまいうまい。私だったらどういう自己紹介するかな、あんな清水恵子ちゃんみたいにできないよ。17歳、清水恵子ですなんてできない。私だったら、あ、福島県から来ました諸橋さなです。私の特技は人の特徴をつかんでモノマネすることです。国民プロデューサーの皆さん、どうよろしくお願いしますしか言えない。あんなできないよ。私はファーストラブかな、やっぱり。Your love is gonna be my love、いつか誰かとまた恋に落ちても I remember to love you told me how。 キアラちゃんのもね、最近下手なんだよね。みんなのハートに、かわいい、もうこんなじゃない、みんなのハートにテクシー、ちょっと似てないんですよね最近のキアラ。鬼レンちゃん絶対緊張するよね。その緊張してもう一音目から外しちゃいそうで怖いわ。ね、
センター立候補できる。え、歌だったら頑張るかも。歌だったらちょっと頑張ってみようかなって。やっぱ受かりたいし、センターになったらそれだけ注目されるし、パートも多いと思うから、やっぱり頑張ってみようと思うけど、ちょっとダンスだったらやっぱ自信ないね。あんなもできない、あんなもうキレッキレな、できないできないよ。ちょっと頑張ろう、頑張ろう、無敵な、なれな。紫のキアラティアラ、キアラティアララップ難しくて分かんないな、なんてってそんてってたらてぃねーが分かんなくて、すいません。松下げすけのなら出た出た。私まばたきチャレンジもう3秒で終わりますよ。それではいきます、せーの。あー何秒いった、何秒いきました。これ裸眼だったらもっとできる。今コンタクト入ってるから乾いちゃうけど、裸眼だったら多分ねめっちゃいけるわこれは静止画ではありません。さあ、ドーナツ食べるの要素、うん、けんちゃん、すなちゃんのバチバチ決まってるダンスのパフォーマンス大好き。バチバチね、頑張ってみる。ただもうね、コンタクトつけて目がかけてる、これはだってもうおしゃれメガネですから。なんでかけてるかっていうと、ちょっともうメイクがね崩れてきちゃってるから、今日一回もメイク直ししてないの。だからメイクが崩れてるやろうなと思って眼鏡をかけてます。あとはこれはねブルーライトカットなのでかけてます。ツーショット当たったので初めまして、死にかはにかみなあこさん。今日の待ち合わせ場所にありがとう。僕は関係し、ああゆきてぃん、よかった、ありがとうございます。早くライブしたい、早くライブしたいよ。もう今年はないのかな、ライブ。私はライブないのかね、もう。君だけのハニカミショーと聞くともろみどりさん思い出す。それな、めっちゃ何が一番緊張したって、そこが緊張したからね。さ、秘密だよ私、あ、てか魔法使いもまだないんだね。秘密だよ、あれ、秘密だよ私魔法使い、ほっぺにピンクチーク、今日のリップ今日のリップときめきの色、甘すぎ香水。え、嬉しい、なぎさに顔が似てきた。そんなんだけ早くないよ、ありがとう、でも嬉しい。振り向いてオーホラ身にまとった瞬間、あの歌も大好き。やっぱミリネが歌うとき、歌う曲ってなんか自分を大切にしてる曲が多くて好き。スイーティストもそうだし、ラッサビが好き。誰かじゃない自分のために生きているのにな。おまみちゃんありがとう。すり減ったこの心まで愛してあげたい。あれがすごく好き。みんな自分のために生きてね。
確かに魔法使い聞くと頑張ろうって思う。わかる。サナツのために生きる。サナツのために生きる。ありがとう。あ、サナツのラッフルの衣装当たりました。衣装ってなんだろう。ありがとう、嬉しい。じゃあそろそろ終わった。1時間ぐらいやったんちゃう。じゃあ終わるね。じゃあランキングが1位がよちお、2位があんちゃん、3位がキララ、4位がうどん、5位が双子座のゆうな、6位がマナ、7位がしずち、8位がムーくん、9位がリコツン、10位が山ちゃん、11位がさなちゃん、12位が杏仁豆腐、13位が小夏。どうもありがとう。で、はい、タワーをねくれたのがね、嬉しい。ありがとう、たくさん。うどん、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 ありがとう。で、えみちゃん、えみちゃん、どうもありがとう。あっちゃん、あっちゃん、ありがとう。よちちゃん、よちちゃん、ありがとう。で、双子座のゆうなちゃん、ゆうなちゃん、ありがとう。で、キララ、キララ、ありがとう。で、あれ、シフォンヌどこ行った。シフォンヌ、シフォン、あった、シフォンヌ、ありがとう。皆さんもギフトとかありがとうございます。ではおやすみなさい。久しぶりのこういう個人のショールーム楽しかったです。あ、そうだね、寒、今日めっちゃ寒いからみんなも暖かくしてね。ありがとう。またお会いしましょう。バイバーイ。